関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院泌尿器科の川村健二先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず簡単な自己紹介お願いしてもいいですか。はい、川村健二と申します。慶寿総合病院の泌尿器科の部長をやっております。まあ、お医者さんになってもう30年弱になるんですけど、まあ、頑張って診療をやってます。はい、以上です。30年弱ですね。もう年取っちゃいましたよね。若く見えますよね。若く見えるでしょう。ありがとうございます。はい、もう30年弱ですね。もう。あ、そうですか。はい、先生がお医者様になろうって思ったのはいつぐらい、どんなきっかけで。はい、お医者さんですね。実はうちの家系がお医者さんばっかりなんですね。それでまあなっちゃったっていうことなんかもしれないですけど、まあおじさんも、おじいちゃんも、ひいおじいちゃんも、父も、もういとこもみんなお医者さんばっかりの家系だったんで。はい、そうなんですか。いや、かっこいいですね。いい、そうなんですね。泌尿器科なんですか、皆さん。いや、違いますね。泌尿器科は僕だけで、泌尿器科ってなんとなくもっとかっこいい科ってあるじゃないですか。かっこいい科、胸部外科とか形成外科とか頭の脳外科とか、はい、僕は泌尿器科になろうと思ったのは腎移植なんですね。腎移植。そうですね。腎臓移植をやりたかったんで泌尿器科を選びました。それはどうしてやりたいと思われたんですか。そうですね、うちの恩師の津川隆三先生っているんですけど、この先生が北陸で、腎移植を広められた先生なんですね。その先生のもとで腎不全の方って大変じゃないですか。週に3回5時間透析を受けなければいけない。それを受けなくていい、素晴らしい医療だなと思ってその泌尿器科を選びました。そうなんですね。泌尿器科というふうに今もおしゃべりしていますけれども、では改めて泌尿器科っていうのはどんな科になるのか、ちょっと簡単にご説明していただいていいですか。多分皆さんの印象、そんなにいい印象はないと思うんですよね。泌尿器科、行きたくないなとかね。泌尿器科って一番分かりやすいところは、例えばがんの、尿路のがんの外科であると、尿路の結石等を取る外科医であると思っていただいたらいいと思うんですね。で、例えば前立腺がんって最近増えてると思うんですけど、前立腺がんの手術をするのが泌尿器科医ですね。外科医ではないんですね。腎臓がんの手術をするのは泌尿器科医、尿路結石症を壊すのも泌尿器科医ですか。どちらかというと今僕がやってる仕事というのは外科になります。はい、そうなんですね。今おっしゃられた前立腺がんとかはすごく今やっぱり聞く言葉だなと思って、でやっぱり泌尿器科行くとき恥ずかしいなっていうイメージもやっぱりあるのかなと思うんですけれども、先生はそれ患者さんから感じますか。僕が患者さんだったら泌尿器科になんとなくやっぱり行きにくいのはよくわかりません。もともと僕自身あまり自分が何かあってもお医者さんに行かないタイプの人間だと思うんですね。しかも泌尿器科にはさすがに行かないかなと思うんですけど、ただ泌尿器科に関して僕たちはプライバシーを守るということをかなり念頭において診療させていただいています。初診で来られた方はまず痛い検査は一切しないです。痛みのない検査、恥ずかしくない検査ですね。泌尿科ですから陰部も診察させていただくことがあるんですけど、そういうことはあまりしないですね。最近は例えば血液検査、レントゲンの検査、その他いろんな検査で分かる、いろんな病気が分かりますから、そういう検査でまず調べて、それから診断して治療するという、そういうことを心がけてますから、あまり恥ずかしがらないで来ていただければいいんじゃないかなとは思います。安心しました。確かに最初からどんな検査あるんだろうとか、プライバシーは大丈夫なのかなとか、いろいろ考えると思うので、そういったことはまず最初はないと。
次からは、でも。次からはっていうか、もしか痛みを伴う検査がある場合は、うちは優秀な麻酔科医がいますんで、麻酔科医に依頼して、麻酔をかけてから検査しますよね。ですから、痛みゼロを目指してますんで、なるべく痛みのない検査をやっていくということなんで、それでもご安心していただいていいんじゃないかと思います。痛みがないっていうのは、本当に嬉しいです。そうですね。それとやっぱり恥ずかしくないということを、心がけて、泌尿器科医は診療しなければいけないなと思っております。そうなんですね。ではちょっと安心したところで、その泌尿器科にいらっしゃる患者さんというのはどれくらいの年齢の方が多いんですか？まず男女比なんですけど、圧倒的に男性の方が多いですね。でおじいちゃんですね、おじいちゃんが来るかであるっていうのは事実だろうと思います。もちろん女性の膀胱炎の方、若い女性も来られますし、うちはかなり幅広い年齢層の方が来てらっしゃると思います。中でもやはり高齢の男性の方が多いかだと。その通りですね。いうことになりますね、はい、先ほどの前立腺がんとかもやっぱり男性の病気なので、そういったことになるわけですか？そうですね、前立腺がんは最近とても多くって、前立腺がんは、この今から5年10年経ったら男性のがんの、2位か1位ぐらいになると、そのぐらい多いがんですね。うちの病院で今前立腺がんの患者さんが年間30人新刊で診断させていただいています。膀胱がんが年間10人、腎臓がんが年間10人ですから、新規の患者さんで年間約60人の方がんと診断させていただいています。ただほとんどの方が、8割以上の方が早期がんで治るがんなんですよね。そうなんですね、はい、早期発見を心がけて、診療を行っております。早期発見ということは、やっぱり皆さん検査とかに来ていただかないと発見できませんよね。その通りですね。ところが七尾地区というのはとても特別な地域で、開業医の先生方のレベルがとても高い地域なんですね。これ本当に思います。で、例えばこの先ほど申しました新刊の60人の患者さん、この4割から5割が開業医の先生方、近隣の先生方の紹介で来られる。近隣の先生方は例えば採血検査なり超音波検査をして、そのがんを見つけてくださると、こういうふうな地域になってますんで、皆さんには本当に開業医の先生方にまず相談していただくのがいいんじゃないかなと僕自身は思ってるんですけどね、はい、ああそうなんですね。前立腺がんってどんな症状が出てくるんですか？まず無症状なんですね。ここが怖いがんなんです。ですから、なんでどういうふうにしてがんを見つけるかというと、血で、血液でがんを見つけるというプログラムがあります。 PSA 前立腺特異抗原っていうんですけど、この前立腺特異抗原を測ることによってその人のがんの確率が分かるということになります。でも全然その症状がないところから発見するってことは、何か他の症状とかで病院行かれた時とかやっぱ検査なんですかって見つかる？まず検診がありますね。前立腺が、例えば50歳以上の方にその町なり七尾市なりでこの PSA を測ってがんを見つけなさいというふうなプログラムが組まれていると思います。それでその前立腺がんを見つけるというふうなことを行っているんだと思うんですけど、ただ最近はその皆さん前立腺がんってとても増えている。例えば有名な俳優さんであったり、いろんな政治家であったり、そういう方が前立腺がんになっているということで、進んでその PSA 検診を受けにいらっしゃる方もいらっしゃいますね、はい、そうなんですね。でも本当にいかにその検診が大切かっていうことですよね。そうですね、検診も大切だろうと考えています、はい、予防法とかあるんですか？予防法はないですね。ないんですか？前立腺がんの場合少し遺伝性はあるんですけど、特に予防でこれをしたらいいっていうことはないと思います。例えば膀胱がんであれば、膀胱がんはタバコ吸いの男の人に多いです。タバコが発がん物質なんですね。タバコの最終代謝産物がベータナフチラミンというものです。で、そのナフチラミンが発がんさせるということを分かってますから、例えば膀胱がんになりたくなかったらタバコを吸わない、
肺がんになりたくなかったらタバコを吸わないと、そういうふうな予防法はあると思います。ただ前立腺がんに関してはないと思います。関係ないんですか？関係ないですね、はい。はあ、そうなんですね。まあ、でも他のものはタバコっていう言葉が出ましたけど、やっぱタバコはね、吸わない方が、やめた方がいいですね。美味しいですけどね。先生は？いや、もうだいぶ前にやめました。もともとヘビースモーカーですけど。そうなんですか。やめましたね、もう。どうやってやめられたんですか？あ、やっぱ意志の強さというか、そんなことはない。いや、タバコやめるのは本当に大変だと思いますけど、タバコは吸わない方がいいですね。僕たちやっぱり膀胱がんの患者さんとかがん患者さん見てたら、タバコは皆さんやめましょう。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。ではまた次週もいろいろなお話聞いていきたいと思います。慶治総合病院泌尿器科の川村健二先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、安心マイライフのコーナーでした。